ここで会ったが100年目。この顔を忘れたとは言わせないよ。駿河の国でお前さんに斬られた呉服や伊右衛門とはあたいのお父っつぁんのことさ。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス。かねて備えた懐刀の幾度夢の中で抜いたことか。積年の恨み、今こそ晴らさん。チョコ材な、手ごめにしてやれ。うわ、女ごときに俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そう、この俺よ。バカな男だね。辻斬り銀次はあたいなのさ。見ててくれたかい、お父っつぁん。あの吉太郎、日本一。マスミ、紙吹雪は切り終わったのかい。
いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかい。これっぽっちの金で勘違いも大概にしな。意地があるんじゃないよガキのくせに。なんだいその目つき。それが母親に対する態度かい。今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか陽子。あんたに指図される筋合いはないよ。誰が興行を取ってきてると思ってんだい。トラちゃん今夜元町行かない？いいのかい？かまうもんか。大丈夫か？マスミ。紙吹雪は心配するな。明日トラックの中で父さんが切っといてやる。父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は繰り出すぞ横浜中華街。どうだ。うん。そうだマスミ、横浜の学校の友達にはちゃんとお別れ言ったのか。友達なんていないよ。いつも1ヶ月で転校だからね。仲良くなるだけ無駄だよ。寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ。よし、今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様、北京ダックだ。天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ。表面の皮がパリパリで、そりゃ絶品らしい。でも、絶対に高いよ。中華料理の王様なんて。いいんだよ。今日は特別な日だろ。おいおいマスミ、メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか。こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろう。分かってるよ。北京ダックが来る前に便所に行ってくる。
父さん？父さん？20世紀最後の日か。今世紀最後の昼飯でも行くか。なあ、イチ。イチなら地回りに行かせましたよ。大晦日なのにか。田室町に盆も正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。沈下すなんかにな。いい加減にしろ。まっじゃがれ。しつこいぞ。止まれって。もんだぜ。パイセンさん、ヤクザの許可なしでこんなもんさばいてただで済むと思ってんの？いかがわしいもんじゃねえよ。動物が映ってるだけのビデオで疑うんなら再生してみろ。知ってるよ。でもそれを裏っつって高校生に売るのはよくねえよな。見逃せよ。一番中学時代のよしみだろ。それにこれっぽっちお前らヤクザのしのぎに影響ねえだろ。それが影響大ありなんだよな。偽物売られて荒川組に泣きついてきたガキども見捨てたらせっかくの大門が汚れちまうでしょうが。ああ、ガキから巻き上げた金全部出しな。ちょっと舐めすぎなんじゃねえか。舐めてんのてめえだろうが、三下のくせによ。お前なんかにさてるかよ。どうしたもんかねえ。俺の番だな。ほらほら、よし行くぞ。俺の番だな。ビビってんのか。回復だ。よし行くぞ。してみろ。どうだ。俺の番だな。
一番の兄貴、大丈夫っすか。おう、三井、これ見てみろ。うひょー、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ、昔から悪い字だけはたげてんだ。でもやりましたね、今日のしのぎのノルマ一発で達成じゃないですか。何言ってんだ。これは高校生に返してやれ。え、せっかく取った金を。そうだよ、わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて。そうだっつってんだろ。おれ、わかりました。のう、そうだ、ミツ、ここどうなってる。メリゲンサックで不意打ち食らっちまってな。ああ、単行部できちゃってますな。ちげえ、紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんだ。せっかくいい形ってしたのによ。そんなこと言ってる場合すか。あ、こっちの方も整えて別で触るんです。すいません。顔面にも何発か食らっちまった。カッコつかねえぜ。いつものことじゃないですか。兄貴、ド M ですから。ド M？ 俺が？そうっすよ。だって兄貴いつも弱い相手でも一方的に僕にまくるようなことしないっすよね。様子見ながら戦ってるっつうか。ああ、そのことかい。前から不思議だったんすよね。プロレスじゃねえんだし、敵の技受ける必要ないっしょ。確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよ。なんか俺に合わねえっていうか、それって勇者っぽくねえんだよ。勇者？おう、ほらよ、勇者のつもりで戦ってんだよ。喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよ、ドラクエの世界が。うわ、またドラクエすか。兄貴どんだけ好きなんすか。悪いかよ、いいだろう。そっちの方がアドレナリン出るし全力出せんだよ。勇者って、俺たちはヤクザですよ。沢城の頭もいつも言ってますでしょ、やられたら終わりだ、先にやれって。今の話聞いたらまたどやされますよ。切り取り程度のしのぎで殺しなんかしちまったらそれこそ終わりだろう。ほら、荒川のおやっさんがいて、頭がいて、おめえがいる今の暮らしが好きなんだ。それを壊すようなことはしたくねえ。もうあの頃みてえな、どん底には戻りたくねえからな。あの頃って、何年遅れのドラクエをソープランドの事務所で一人ずっと遊んでいたガキの頃の話っすか。ま、そのおかげで今の俺があるんだけどな。ガスが一番って人間は、荒川のおやっさんから教わった度胸と勇者から教わった勇気でできてんだ。人生の教材ってやつっすか。なんか俺もやりたくなってきたな、ドラクエ。おお、やれやれ。ただし、騙されたガキどもに金を返してきた後でな。あ、そうでしたね。じゃあ、俺この金返してきますね。ああ、終わったらタバコ屋の前で落ち合おうぜ。よし。いやあ、イチ。竹雄のおっちゃん、元気かい。おかげさまでな。スナック道夫のママがお前のことを探してたぜ。イチに店に来てほしいってよ。道夫ママが？俺に何の用だ。それは知らんがね。とにかく伝えたぜ。ママが何かのトラブルに巻き込まれたのかもしれねえ。決まっていくわ。
よ。ちょいと一杯付き合えよ。大晦日なんだしさ。俺に用事って飲み相手のことか？師走に暇なやつなんてあんたくらいしか思い浮かばなくてね。何言ってんだ。俺は今しのぎの最中だ。何がしのぎの最中さ。かっこつけやがって。うるせえこのアルチュー。私はお前が生まれるずっと前から飲んでんだ。だけどこの通りピッピンして。ほら言わんこっちゃねえ。飲みすぎは本当に危ねえんだぞ。何かあったらどうすんだ。肝臓ボロボロなんだろ。いい加減にしねえと本当に死んじまうぜ。うん、悪かったよ。ありがとうね。おい、イチ。竹雄のおっちゃんよ。日曜ママは酔っ払ってるだけじゃねえか。今さら何言ってんだ。この20年、シラクのママなんて見たことねえよ。それよりよ、桃源郷でトラブルみたいだ。すぐに行ってやれよ。桃源郷で何があったんだ。詳しくは分からんが、ソープなんだからいろいろあるだろう。客と女の揉め事とかな。早く行ってやれ。わかった。いいとこに来た。大変なことになっちまってよ。どうした。店の便所が詰まっちまってよ。でもトイレのすっぽんが見当たらないんだよ。トイレのすっぽん？うんこ吸い出すゴムのカップだよ。荒川組の事務所にないか。あったら貸してくれよ。ふざけんな。ヤクザは便利屋じゃねえぞ。なめてんのか。なんだよその言い方は。お前が散々漏らしたクソを片付けたのは誰だと思ってんだよ。赤ん坊の時の話を持ち出すんじゃねえ。小学5年まで漏らしてたじゃねえか。うるせえ。あん時はたまたま腹壊してただけだ。よし、行くぞ。
めんなよ。とっておきだ。一発やりに行けてやるよ。ほら来いよ。これで俺の番だな。痛めつけてやるよ。とっておきだ。見せてやるよ。行くぞ。とっておきだ。見せてやるよ。大丈夫ってか。ありがとうございます。はい。母さんとこにあんだろ。桃源郷に持って行ってやってくんねえか。そんなもんお前が買ってやれ。桃源郷は実家も同然だろうが。普通お前くらいの年になれば実家に仕送りするのが当然ってもんだろ。そんな金あるわけねえだろ。自分の生活だけで毎月カツカツだ。いっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ。下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろ。バカ野郎、俺は荒川のおやっさん以外と杯川好きなんか一ミリもねえよ。従順なこった。そういや一ちょいと小耳に挟んだんだが、荒川のガキンチョの子守係になったんだってね。言葉に気づけろ。若は俺と同じ年だ。ガキンチョじゃねえ。何が若だ。時代劇じゃあるまいし。それに子守じゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだ。だからって外出のたびに組員に面倒見させるのかい。荒川もガキのこととなるとケツが青いね。バーバア、それ以上おやっさんのこと悪く言うと承知しねえぞ。お疲れ様です、兄貴。なあ、ミツ、高校生に金返してきたか。はい、随分と感謝されちゃいましたよ。そいつはよかった。喜んでる場合ですか。次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ。分かってるよ。で、次のしのぎってのは。切り取りっす。相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男です。しかもヤクザが脅してもビクともしない野郎らしくて、他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんです。よし、ほんじゃあ荒川組の威厳にかけてきっちり回収しねえとな。はい、沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんで。で、その借金男はどこにいるんだ。今の時間なら第三公園にいるはずです。先に行って様子見てますんで、兄貴もすぐ来てくださいね。わかった。兄貴、借金男はいたか。はい、あれ見てください。
あいつが平塚って男です。あいつか、知ってんすか兄貴。まあいい、行くぞ。ああ平塚さんよ、優雅な休憩時間だな。借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえか。ああなんだその目は、ヤクザ舐めてんのか。他の組には通じたかもしらねえが、債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなけれ財布置いて。舐めんじゃねえぞこら。返せねえもんは返せねえ、そんだけだ。相変わらずでっけえな、グレート平塚。誰だてめえ。ガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから怖えのなんのって。お前ソープの一番か。こいつと一緒にいるってことはヤクザになるとはお似合いの結末だな。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。世間は厳しいね。てめえには関係ねえ。そうも言ってられねえのよ、ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布ちょうだい。返す金はねえっつっただろ。頼むってグレートさんよ、財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ、わかるだろ。大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか。ちげえよ、カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよソープの一番ごときがなめた口聞きやがって。そんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よっしゃタッグマッチで行こうぜ兄貴。お前はレフリーだ、手出すんじゃねえ。え、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞこら。頭かじわるぞ。やってやるぜ、俺の番だな。ほら来いよ、とっておきだ、見せてやるよ。行くぞ。うん、よし行くぞ、とっておきだ、見せてやるよ。あれなんだと、うん、俺の番だな、とっておきだ、見せてやるよ。よっしゃ勝ちだ。へへ、強くなった気がす。やっぱりあんた強えな。だが勝ったら俺だ、約束通り財布はもらってくぜ。頼む、それだけは勘弁してくれ、お願いだ。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前鼻から踏み倒すつもりだったんだろ。何やってんすか兄貴。え、何って、なんか余計なもん入ってたからよ。余計なもんってこれ金。グレートさんよ、約束通り財布はいただいてくぜ。え、ああはい。よし行くぞ、ネズ。ちょっと、兄貴。どういうつもりっすか。なんで金回収しないんすか。平塚は踏み倒したりしねえよ。
いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか。大晦日にまで突貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろう。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく、そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな、母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。え？ええ、確か少し前に閉店した店ですよね。それがなんすか。あの店が平塚の実家、お袋さんの店なんだよ。そうなんすか。1年くらい前にお袋さん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってな。じゃあ平塚が借りた金ってのは。お袋さんの入院費と手術費だ。でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。え？問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布ならほれね、はあ、そんな意味で言ったわけないでしょ。頭からだ。マジっすか。はい、もしもし、一番です。おせえぞ、オールは2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ地回りしてんのか。はい、ちょうど今日のしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。やろう。もう若の付き添いに行く時間だろうが。あ、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、若がお待ち。何やらせても遅いな、てめえは。はい、すみません。分かってると思うが、変な場所に出入りするんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか。やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。いや、荒川雅人さんは本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。すいませんでした、若。白木が立て込んでて。場所をわきまえろ。今日が何の日か忘れてたのか。まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですね。
時間もなくて大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。最新のエフェドリンだ。エフェ？一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが即効性がある。ちょっと、なんでそんなもん持ってんすか？今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いや、でもそれヤバい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。ここに打て。え？俺無理っすよ。やめましょうよ、若。こんなの危険ですって。意気地のねえやつだな。若、行くぞ。若。いらっしゃいませ。こんばんは、マサトさん。ねえ、体良くなったの？びっくりしちゃったよ。
おい、夢野さんは？はい、なるべく早くお呼びを。なるべくだ、すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと若、速攻話しつけてきます。大丈夫っす、紳士的にやりますから。おう。はい。ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。なあ、まあなんつうか、そのそちらの女性をお迎えに。ふん。ちょっといっちゃん、お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。ああ、ロなんだと。話にならん。なんだとこれ。分かるように話せってんだ。何が紳士的だ。揉めてんじゃねえかバカ野郎。すみません、お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない。ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつさ。ほう。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。おう、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃ俺の気が収まらないですよ。
じゃあ代わりに。結構です。立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。何が立場上だ、偉そうにてめえ。度胸あるな。あんたはどこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあこの女性を連れてお席にどうぞ。乾杯。夢野さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて。夢野さん、私たち超ラッキーです。おいおい、両言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとう。まあいいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。若、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎よく来るのか。いや初めて。で、夢野さん、プレゼント何だったんですか。何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ、本当に。相変わらずラブラブですね。羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。おい、イチ、お前のから見せろよ。な、はい。でも俺こういうの慣れてねえっていうか、その早くしろ。すいません、気持ちだけですけど。何それ。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。しかも若の女出てんじゃなくて、若の彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけわかんねえっつうか。でも店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。なんだよ。だってそれ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。え？こらもう。一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケツだこいつは。いや。あー、マサトさんうまいこと言う。まそんなこったろうと思ったよ。ほらよ。すっごい。はあ、嘘。こんなの。さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いくらすんの。マンション一個くらいだ。といっても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。ありがとう。でも私こんなのもらってどうしたら。いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。夢野さん、フロントまでお願いします。おい、
今そういう場面じゃねえ。一、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、行かせてやれ。ごめんね、でもすぐ戻るから。気にすんな、ゆっくり行ってこい。優しい。じゃあ飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しよっかな。飲みすぎか。でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああ、マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか。もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か暴行か。そんなことになれば俺が即逮捕即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大プレイステーション。